CM は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売していたオートバイの、単独車名並びに、シリーズ商標である。本校では、CM400T のモデルチェンジ車である CB400LC についても解説を行う。本商標は、1960年代に、販売されていたドリーム CB72、スーパースポーツの派生車種ドリーム CM72 に、単独使用されたが、 1970年代後半に CB シリーズもしくはベンディシリーズの既存モデルをベースにブームとなったアメリカンタイプへ改装したモデルのシリーズ商標に使用された。排気量別では 125cc、250cc、400cc の3車種が設定された。 本シリーズ3車種は1980年代中盤までに製造中止もしくはモデルチェンジによる社名変更によりいずれもハイモデルとなった CM125T 海外向け輸出仕様1978年1月25日発表発売同社初の日本国内仕様アメリカンタイプベンリー CD125T をベースにした 派生車種であるため便利シリーズのペットネームが付帯した便利 CM125T が正式車名である。搭載される内径 X 工程イコール44.041.0圧縮比9.4排気量 124cc の空冷4ストローク、再置 C2 気筒エンジンは便利 CB125T の180度クランクツインキャブレターではなく、 ベンリー CD125T 同様の360度クランクシングルキャブレター仕様とされた。従って、マニュアルトランスミッションも5速ではなく4速となるが、ギアチェンジ機構は、ロータリー式からリターン式に変更されたほか、始動方式は、キックセル併用である。車体はフレームに、ダイヤモンド型を採用し、サスペンションは前輪を、テレスコピック、後輪を、スイングアームとするほか、 ブレーキは前後ともリーディングトレーリングとした。また、ベースとなった便利 CD125T からの主な変更点を一家に示す。1979年5月15日発表、同月16日発売でマイナーチェンジ。ヘッドライトの光量アップや、吸排気系変更で中低速トルク向上を実施したほか、便利のペットネームを廃止。 1982年6月には1981年11月に発売された 250T シリーズに合わせて 125T への社名変更を伴う以下のマイナーチェンジを実施した。CM400T 海外向け輸出仕様キャリア、サイドボックス等は、非オリジナル1979年8月3日発表、同月4日発売。形式名 NC01。 CB400T をベースにシート、後輪16インチ化、プルバックハンドル乾燥などを実施したモデル。海外向け輸出仕様も製造販売され、後にエンジン排気量を 447cc へアップした CM450A モデルチェンジ。またホンダマジックを搭載する CM400A、CM450A も製造販売された。 CB400LC1982 年3月30日発表同年4月1日発売 CM400T から社名変更を伴うモデルチェンジ車で社名の LC はラグジュアリーカスタムの略同年1月に発売された CB650LC 同様に北米向け輸出モデルとなった RC08 型 CB650SC とほぼ 同様のボディを採用する。ハンドルは通常のアップタイプとなるほか、エンジンは一部改良を実施し、マニュアルトランスミッションは5速6速へ変更となった。海外向け輸出仕様は CM450 と共通の 447CC エンジンを搭載し、CB450SC とされた。1984年に製造中止。1984年、 アメリカで公開されたプリンスパープルレインで主人公を演じたプリンスが登場していたバイクが CM400T をカスタムしたものである。1980年10月23日発表、同月24日発売、形式名 MC04CB250T をベースに CM400T 同様の換装を行ったモデル。ただしホイールは CM400T では、 コムスターとされたのに対して、スポークとしたほか、前輪ブレーキをディスクからドラムへ変更という際がある。また、同年11月15日には、シングルシート並びに、巨大、リアキャリアへ換装したモデルも追加発売された。1981年に 250T シリーズへ、フルモデルチェンジされ製造中止。ありがとうございます。